千里浜マナギサドライブウェイ現在は、新食が進行し通行できる区間が限られている。地図千里浜マナギサドライブウェイは、石川県白衣郡宝達清水町今浜から同県、白石千里浜町に至る砂浜の延長約8キロメートルの観光道路であり、千里浜と今浜の一部と出浜の各海水浴場も兼ねている。日本で唯一、一般の自動車やバスでも海岸線の砂浜の 波打ち際を走ることができる道路である。能登里山街道の千里浜インターチェンジと今浜インターチェンジとの間に 8km にわたってある千里浜海岸の砂浜の道路で観光道路の目的で開放している。千里浜は一般の自動車や大型バスでも砂浜の波打ち際を走ることができるように整備されていて悪天候ではない限りは年中走行可能。また、 1966年からレジャーシーズンとなる夏季の1ヶ月間は道路交通法を適用する行動として車線を区分けするロープが張られその脇に速度制限と駐車禁止の道路標識を設置している期限は1955年前後チリハマナギサドライブウェイを最初に走ったのは観光バスの運転手とされその後快適さが人気を呼び観光名所となった 一般の自動車やバイクをはじめ、観光バスなどの大型車が走行できる理由は、この海岸の砂流が一般的な砂の半分程度ときめ細かく、海水を吸って、舗装道路のように硬くなるため、普通の砂浜のように沈まないからである。ただし、波打ち材や路肩に相当する道路の端部などは、砂が閉まっておらず、稀にスタックする可能性が高い。砂浜が閉まっている理由は、 千り浜より約4 0トル南西に位置する手っ取り川、千り浜周辺の大海川や放達川が運搬した土砂が沿岸流や北西の季節風によって運ばれ、なおかつ、白衣市の北にある滝先が土砂を U ターンさせ、千り浜に堆積したためである。道路の管理は、石川県中野と土木総合事務所と白衣、土木総合事務所の所管に属し、天候が悪く、 海が湿けたり強風時は閉鎖されることがある。また2020年4月29日から新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、気象理由以外による通行止めが33日間実施された。近年、手っ取り川ダムをはじめとするダム建設による土砂供給の減少とともに、風によって生じる波の浸食や地球温暖化などにより、 たびたび閉鎖される頻度が増加しており、2012年から2019年にかけて金沢港付近の砂を沖合に投入するなどの対策が行われ一時は回復の兆しが見られていたが、2019年に金沢港付近の砂が枯渇していることが判明し、別の場所に東道路に合う砂がないかについての調査が進められている。2020年12月13日から高波による、 新色に伴い、全線で通行止めとなっている。そのため、県が2021年3月19日から、階段の復旧工事を、同年3月25日から土砂約6000、立方メートルを投入して、緊急用品を進め、大型バス同士がすれ違える程度にまで車線を確保する工事を行っている。ちりはまなぎドライブウェイに乗り入れするには、ほぼ並行して走るのと、 里山街道の千里浜インターチェンジや、今浜インターチェンジからアクセスでき、金沢市内から約40分ほどの距離にある。千里浜海岸は、能登半島国定公園に属し、日本海に面する石川県白石南部から、高達清水町今浜にかけてのおよそ8キロメートルの砂浜海岸である。一般的な他の海岸の砂の流径は1ミリメートルから0.5ミリメートルほどだが、 チリ浜の砂は、最流で4分の1ミリメートルほどしかなく、一様であるという特徴を持つ。春から秋にかけて浜焼きなどを売る茶店が並び、夏場はマリンスポーツや海水浴客などで賑わう。また、渚から日本海に沈む夕日を見る絶景ポイントとして知られる。砂浜には、浜ナスや浜ヒルガオなどの海浜植物も見られ、 砂丘の黒松林は、被災防止のために、江戸時代に植林されたものである。東浅の砂浜海岸は、アサリやハマグリなどの潮干狩りでも知られ、かつてハマグリの産地だったが、近年は、他の砂浜と同様に周辺の河川のダム建設や、護岸などにより堆積する土砂の量が減少し、砂浜の侵食が深刻な問題となっている。 1986年から2009年にかけて海岸線が年間平均1メートル減少しており、放達清水町のチリハマレストハウス付近では1994年から2011年の間に約15メートル、場所によっては約20メートル浸食されている。2010年6月17日には浸食対策として放達清水町の今浜沖で 人工リーフの設置工事が開始されている。また、2012年からは、金沢港に堆積した土砂を沖合に投下する、対策も実施。両方の対策により2010年からの10年間で、海岸線は約2メートル回復したが、金沢港の土砂が枯渇したことにより、新たな対策が必要となっている。2016年にトリップアドバイザーが発表した、 トラベラーズチョイス世界のベストビーチ2016の日本国内のランキングで1位となった。このような道路は世界的にも珍しく、アメリカのデートナビーチ、ニュージーランドのワイタレレビーチ、90マイルビーチ、ベイリースビーチで自動車やオートバイ、観光バスが走行可能な砂浜の道路が見られる。水曜どうでしょうの試験に出る石川県、富山県では詳しく説明されている。 2013年3月末日までは、のと有料道路と呼ばれていたが無料化に伴い名前を変更。ありがとうございます。